どうもこんばんは、ピンさんです。ご視聴ありがとうございます。日本大相撲やっていきましょう。もう10月ですね。ゲームの中ではリアル世界では11月ですね。冬を迎えるいい頃合いです。それでは稽古開始していきましょう。はい、じゃあ巡業に行ってらっしゃい。はい、影山が卒業。ひねりの技、うん、ああ西くんね、いいね。んでまだね、巡業がありますからね。巡業が終わったら雪の峰の申し合いしましょうかね。西くん、うん、はい。さあ戻ってきました、巡業から。まあ雪の峰を申し合いつけて、まあそれくらいかな。あとはお任せでいいかなと思いますね。それではね、お任せにしていきましょう。はーい、はい、変更しました。あと何人か付け人をつけました。それではね、おお、大丈夫大丈夫、わっしょいわっしょい。はい、おお、西くん、いいね。まあこの辺りはしょうがないかな。ああ、出稽古か。まあこれでね、気合を入れてもらいたいよね。雪の峰は戻ってきましたね。うん、芝居間とジウンも、ああでもジウンはもう今年いっぱいでね、今年いっぱいというかね、もう最後のラストイヤーですね。はーい、さあ番付発表です。うん、立風関脇、来鵬前頭8枚目、日の龍前頭12枚目、福寿十両筆頭、夏が十両3枚目まで上がってきました。優勝が十両8枚目、松行十両10枚目、ここが踏ん張りどころですね。日野恒成返り十両11枚目、大地が1枚上げまして幕下7枚目、雪の峰幕下8枚目、森田幕下10枚目、梅木幕下11枚目、太郎15枚目、ここぐらいまでが活躍次第で十両に戻れますね。西君湯川も上げてきましたね。ちょっとずつ十両に近づいています。菊川も幕下に上がりましたね。一方、白獅子、影山、芝今、ジウンは下げました。影山くん以外はちょっとね、もう衰えですよね。はーい、今場所は後世が十両11枚目に昇進、日野龍が前頭12枚目に昇進、吉川が幕下48枚目に昇進、福寿が十両筆頭に陥落以上ですね。うん、よし、いいよ。おお、びっくりした。捻挫はまだね、捻挫はまだ。ふう、縦風が剣の断裂したら結構ショックなんだよ。いや、もう場所が近いんで。うん、でもやっぱりね、全体的に上がるからいいよね。まああとは技術ぐらいなのか。技術ねー、技術は何であげるのかな。あれかな、付け人指導とかかな。まあいいや怖いからお任せにしとこう。うん、はーい、
うん。はい、影山の誕生日おめでとう。そうね、日の竜が勝ち越しになるよ。はい、九州場所が始まります。それではですね、まあ特に指示的には問題がなさそうなので、セーブをして進めていきましょう。まあ縦風は今場所もまあ最低でも10勝、できればそれ以上15勝ぐらいしてくれるともう大関取りが相当見えてくる。うわ、めっちゃ調子いい。やったやった、これは見えてきたね、早くも。そして九州場所めっちゃ進むの早い。松雪の怪我。おおほう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 。うん、雷鳳と縦風が調子いいですね。ここ多分横綱でしょう。あ、無双山か。無双山に敗れてますね。いや、ペースいいですよ。その他だと影山くんが全勝ですけど、あとは、まあ上位陣は少しね、もう崩れてますけど、中盤から下位にかけてはまだまだ分かりませんね。お！わあ、剣の断裂だ。6週間。お、縦風が貴乃花に勝ちましたね。これはあるよ。これはあるね。あー、よしよしよし、引きずらないでいこう。あと全部勝とう。よし、いいぞ。3敗目か。あと全部勝とう。よし、これで2桁。うわー、落としたか。千秋楽ね、無双山、明けぼの、土地東で今、まあしょうがないな。千秋楽11勝してくれるとだいぶ楽。次の場所で大関昇進が。うん、あと甲斐だと影山くんぐらいかな。雷鳳もね、勝ち越しましたね。雷鳳は強いな。雷鳳もいぶし銀だな。この辺りね、なんか負け方が良くないね。2桁負けは良くないですね。九十と松雪はね、7、8ぐらいで終えてほしいですね。さあ、それでは優勝争いを見ていきましょう。ドン。おお、一応名前可能性としては残ってますけど、貴乃花と出島なんで、多分この2人のどちらかでしょうね。十両はいませんでした。それでは各段優勝に行きます。影山くんが残ってるかどうか。いるかなー、幕下？はい！あー、いなかったー残念。はーい。そうですね、大事な11勝目をかけて縦風の貴乃波戦見ましょう。おー、雷鳳9勝目。お任せでいいかな。制限時間を迎えました。ここ勝てると来場所ちょっと楽になる。よし、いけ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 、押せ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 、押した。よし、縦風意外とぶちかましが強いな。突っ張りだけで勝負を決めました。圧倒的な強さです。11勝目です。大きいよ。
おー、出島が優勝した。わー、縦風が3勝独占。独占じゃないや。同時受賞ね。独占ではない。わー、おっきいなー。これは次10勝以上だから、かなり目が出てきましたね。いいですね、いいですよ。まあ、影山くんとかね、湯川西。この辺5勝したのは大きいわ。また、重要に近づきましたね。大地とか雪の峰は、まあ、相手次第では、返り重量が見えてきましたけど、まあでもこの辺と入れ替わりますからね。この辺が調子悪いですね。はーい。はーい。そうねー。ああ、芝ねー。まあ、太郎もねー。まあ、お任せのままで大丈夫でしょう。白獅子ね、引退させてあげてもいいかなって感じにはなってはきてるんですが。887。縦風が意外と3勝の記録作りそうよね。379か。まあでもな、次、勝ち越して10勝しちゃうからな、残念だな。よーし、フラグが立った。いい方のフラグであってほしいけど。ああ、虫歯。チョコレート食いすぎだな。はい、大地の誕生日おめでとう。はい、それでは巡業に行ってらっしゃーい。はーい。ああ、よく寝たー。あと10日か。年内に帰ってくるから。おお、縦風がおろそかになった技。もう衰えてきた、もしかして。ドキッとするわ。後世はね、年内に帰ってくるんで、もう試合で記憶アップさせましょう。もう一周だよね。あ、違うわ。ぼーっとしてたわ。いやー、付け人つけるとやっぱり一気になんか白いの増えるな。はい、それでは戻していきまーす。はい。会長でーす。はい、おめでとう。縦風出稽古いいですよ。怪我だけしないでね。んで、後世を申し合い、ジウンと芝今。あと今回は幕下陥落の子が多いと思うから、場所前が大変だな、多分な。いいよ。おー、右向き左向き交互に見て。あー、危ない。番付発表です。縦風関脇来鵬前頭5枚目、日野龍十両3枚目、福寿5枚目、夏9枚目、松行11枚目、後世が幕下筆頭に陥落ですね。優勝も陥落しましたね。大地、雪の峰、森田、太郎、西くんぐらいは頑張り次第で重量に行けますと。あと湯川が、
上げて、影山くんもね、幕下48枚目に入ってきましたね。うん。ああ、白獅子が3段目陥落か。どうしよっかな。芝今は、あの、ジウンの代わりに残しておこうかなって思うんだけど、白獅子は3段目まで落ちちゃったら、もう引退させてあげてもいいかなっていう気にはなってますね。はい。本場所は影山が幕下48枚目に昇進、日野康生が幕下筆頭に陥落、日野龍が十両3枚目に陥落、優勝が幕下3枚目に陥落以上ですね。はい。うん。減ったねー。お、おお、自分が肉離れ。え、あマジ？あー、脱臼した。これからという時に、あー、マジだ。くそー、うまくいかない。うまくいかないなぁ。自運はまあしょうがないとして、そっかぁ、脱臼したか。いやぁ、ロードしてやり直したいわ。いやでもね、勝負の厳しさ、あーそうですか。あー残念だなぁ。薄いところ引いたんだろうなぁ、確率の。いやー、大関取りめっちゃ近づいてたんだけどなー。また一から出直しだ。もう言葉が出ないなー。21日なー。でも実際そんな感じだもんね、相撲協会ってね。まあ今の九州場所もさ、大関の方々も結構怪我で苦労してるしさ、まあ稀勢の里も横綱になっちゃったけどね、ちょっと怪我が原因でね、もう引退しちゃったしね。こういうもんだよ、相撲っていうのは。来鵬が勝ち越しになるよ。いや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 、はあ、申し訳ないですね、講演会の皆さんには。初場所が始まりますと。でね、こんだけ好調を続けていた来鵬もね、あれなんですよ、もう肉体のピークを超えてしまったんですね、28歳。ってことは縦風はまあちょっと今場所不意にしちゃったんで、まあ来場所にかけることになっちゃうんですけど、意外とですね、こう世代交代が迫ってますね。福寿ももう限界ですし、あと松行はもうちょっと厳しくなってきましたね。頑張ってますけどね。んで、後世も28歳。後世もピークを超えてきたでしょ。で、優勝第一。まあ、雪の峰もちょっとどうかなってところでしょう。そうだね。若い新弟子をまた育てていかないといけないですね。困りましたね。はい。ライフォー、嘘、危ない。危ないぞ、やめてくれよ。いやー悲しいな、一番上がね全部嫌になっちゃうね。まあ若手だとね、西くんとか影山は一応注目株ですね。
まあ大地とか森田もそうなんですけどね。あ、雪の峰じゃないわ、松雪が重量で調子いいですね。西くんと菊川全勝ですね。はい、うん、まあジウンが肉離れから帰ってきましたね。この後どうすんだ、全部当たっちゃうんだろうか。毎日松雪セーフセーフ。あー、ジウン毎日やるね。一応ね、今から急ピッチで。そうですね、西くんが調子いいですね、今のところね。松雪も勝ち越ししましたね。彼は息が長いな、本当にな。うん、福寿、おお、あー5週間。あー、縦風が脱臼治ったけど、これ千秋楽帰ってくんだろうな。あー、そうですか。来訪まとめるな、成績を8勝6敗。いやー、福寿も悪くなかったんだけどね。彼もちょくちょく怪我をするよね。西くんが全勝。うん、あー、白獅子3段目でもそっか、勝てないか。白獅子は引退させましょう。芝今はジウンの代わりに残しておきますね。はい。はい、それでは優勝争いを見ていきましょう。ドン。武蔵丸さんと貴乃花さんですね。重量は？あー、琴ノ若次第だ。琴ノ若が負けると、大混戦ですね。では各段優勝いきましょう。あー、でもそもそも松雪も負けてしまったか。じゃあ西くんですね。あ、西くんはもう幕下で優勝を決めております。はい、やりました。これで西くんが重量に上がるのかな。そうですね。うわー、縦風脱臼明けね、帰ってきて明けぼの戦か。これ見よっか。なんかまた脱臼とか怪我しそうな取り組み相手だよね。いや、もう全休でいいんじゃないかなって思うんだけどな。制限時間を迎えました。さあ、加藤頑張って、縦風。おお激しい突っ張りです。そんなパターンあんの。ああ、まあ負けちゃったのはしょうがないですけどね。はーい、ああいうパターンあるんだね。はい、優勝決定戦です。貴乃花さんが優勝しました。こちら3勝。うん、まあ、来訪、日の竜、あと松雪が、頑張りましたね。んで、西くんも頑張りました。んで、白獅子は、もう引退させましょう。ジウンの代わりは柴馬と、あと太郎かな。太郎が、その、申し合い稽古の相手として、一応ベテラン勢として残しておく感じにしましょう。はい。うん。お、西が14に昇進。やりましたー。おめでとう、西。うん。
はい。寒中水泳ね、やりましょう。はい、ごっつぁんでーす。はい。はい、節分ですねー。うん。はい。うん、いいね、柔軟性上げてください。うん、福寿もったいないな。受けない。そうですね、思ったより縦風が気力下がってないですな。まずはちょっと申し合い稽古の、あ、相手にならない。白獅子はなんかもうナチュラルに下がってるな。そうですね、太郎と影山かな。うん、この二人でいいでしょう。立て立てと太郎と影山に申し合い稽古をして、んでですね、白獅子はもう大関になって頑張ったんで、まあ彼は最後までこき使うのではなく、いいところで引退させることで、引退させることにしましょうということで、見取り稽古にしました。んで西くんが十両に上がりますので、彼のしこ名を入力していきましょう。はい、いいえ、はい、はい、西くんのしこ名は日の関東にします。関東っていうのがなんか向かうところ敵なしみたいな意味があるんですって、調べたところ。ということで、はい、こんな感じですね。まあそうですね、縦風の怪我がかなりちょっと残念だったかなっていうことがありましたね。まああとは多分次の動画で白獅子も引退しちゃうと思いますから、まあ世代交代とかね、相撲の厳しさが伝わってくるような感じになってしまいました。立てかでね、持ち直してくれることを祈ってゲームプレイしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。